ビタミン D の過剰摂取は腎臓を破壊する。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日はビタミン D の NG 摂取方法ということで、この論文で解決チャンネルではたびたびお勧めしているビタミン D の過剰摂取による副作用、そして間違った摂取方法について徹底解明していきます。まずは本日の目次です。はじめにビタミン D が筋肉にもたらす効果、体にもたらす効果を論文を使って解説をし、次にビタミン D の過剰摂取がもたらす副作用、そして最後にビタミン D の正しい摂取方法についてお伝えしていきます。今現在ビタミン D のサプリメントを服用している方や今後の服用を検討している方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはビタミン D が筋肉、体にもたらす効果です。2017年のマクマスター大学からビタミン D と運動能力に関してメタ分析が発表されまして、過去に行われた13の研究、531名のアスリートを分析し、アスリートのビタミン D 濃度はどうなのか、そしてビタミン D の補充によって運動能力にどのような効果をもたらすのかの分析が行われました。まず明らかになったこととしては、栄養管理をしっかりとしているアスリートでさえ、全体の 73% にビタミン D 濃度が不足していたということで、日々の体調管理を意識しているアスリートでさえ血中のビタミン D 濃度が不足しやすいという驚愕の事実が明らかになりました。そしてこのビタミン D の不足が補われることによって握力は 2.56kg 向上し、ジャンプ力、走力、水泳のタイム、競技レベルが向上、そしてベンチプレスの最大筋力が 2kg 増強したということで、ビタミン D の摂取というのは運動能力向上に役立つという結論が出ているんです。筋力トレーニングに置き換えれば、ビタミン D の補給をすることで、日々のトレーニングの質が上がりますので、必然的に筋力トレーニングの効果というのも上がるというわけなんです。そしてビタミン D の効果は、運動能力向上だけにとどまらず、2011年に発表された研究によれば、ビタミン D の摂取によって、体内に出現するフォリスタチンというタンパク質は、筋分解遺伝子であるミオスタチンの働きを抑制することが明らかになっていまして、ミオスタチンという遺伝子は筋タンパク合成を阻害することで有名な遺伝子ですので、ビタミン D の摂取によって筋分解が抑制されるという知見が出ているんです。また2016年にクレタ大学から発表された研究では、ビタミン D の摂取によってミオスタチンが抑制されることはもちろんのこと、側近繊維であるタイプ2型の筋細胞の数までもが増えることが分かっているんです。タイプ2型の側近繊維というのは、筋肉の種類としては面積が大きな筋肉であり、このタイプ2型の筋肉を大きくするためにレジスタンストレーニングをすると言っても過言ではありませんので、ビタミン D の摂取は筋肥大の大きな助けになる可能性が示唆されているんです。最新の知見で言えば、2021年のポズナン体育大学の研究でも、平均年齢61歳の高齢者32名を対象にして活動量とミオスタチンとの関係について調査が行われまして、結果としては日々の運動量や活動量というよりもビタミン D の代謝物によってミオスタチンの活動は抑制されるということで、実際に人を対象にした研究においてもビタミン D の摂取によって筋分解遺伝子であるミオスタチンの働きが抑制され、筋分解を最小限に抑えられることが分かっているんです。つまりビタミン D の摂取によって運動能力が向上し、日々の筋力トレーニングの質が上がるだけではなく、筋分解遺伝子であるミオスタチンの働きを抑制し、筋肥大が起こりやすくなるというわけなんです。そしてビタミン D にはこれ以外にも動脈硬化症の改善に役立つことが2020年の研究で分かっていたり、2019年に発表された研究ではがんの死亡率を下げるというデータや、2018年の研究ではメンタル向上効果までもが明らかになっています。また代表的な効果には免疫の向上や骨量、骨密度を高くするという効果も有名であり、特に骨量や骨密度というのは筋肉量を増やすのにはとても重要な要素になります。2009年にフランシス・エドワード・ホルウェイ博士がアスリートの骨量と筋肉量の関係を調査した研究が発表されていまして、骨の量と筋肉の増え方について分析が行われたんですが、結果としては骨の重量が1キロ増えるごとに5キロまで筋肉を維持することができ、筋肉と骨の比率が5対1に近づくにつれて筋肉は増えにくくなるという結果が出ました。基本的に筋肉は骨と骨に付着しますので、やはり骨量が多い人ほど筋肉は大きくなりやすいんです。
そしてこれは骨量だけでなく骨密度も重要だということが2014年のファムゴックサック医科大学のメタ分析で明らかになっていまして、18歳から92歳までの男女2226名のデータを分析し、骨密度と女子脂肪体重には有意な相関があったという結果で、骨密度を高めることは筋肉を大きくするために必要だという結論が出ています。また2019年のリエージュ大学の研究では、この骨密度と筋肉に関しての経時的変化を見たメタ分析が発表されまして、とても面白い結論が出ています。経時的変化というのは、要は時間の経過によって骨密度が増えていくと筋肉量はどう変化していくのかを調査したということです。先ほどのファムゴックサック医科大学の研究でもそうでしたが、研究デザインが最も信頼性が高いとされているメタ分析ですので、これはとても参考になりやすいデータかと思います。でも早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、骨密度が上がれば上がるほど筋肉量が増えていくという結論でした。つまり筋肉を増やしたいなら骨量、骨密度も考えないといけないということで、骨量、骨密度を高くしたいのであればビタミン D の補給は必須だということです。運動パフォーマンスの向上、筋分解遺伝子、ミオスタチンの抑制、骨量、骨密度を増やし筋肉量アップ、動脈硬化症改善、がんの死亡率減少、メンタル向上、これらの効果をビタミン D を補給することによって享受することができるんです。ただしビタミン D を過剰摂取することによって体に起こるデメリットというのも存在していますので、ここからはビタミン D の副作用について徹底解説していきます。それではお待たせいたしました。ビタミン D の過剰摂取による副作用です。この副作用に関しましては、アメリカ国立がん研究所がデータを出していまして、ビタミン D を過剰摂取することによって食欲不振、下痢、便秘、体重減少、多尿、不整脈を引き起こし、これらの症状が長期間続くと血中にカルシウムが沈着し、腎結石のリスクが 17% 向上し、その後心血管系を破壊することが分かっているんです。先ほどのビタミン D の効果でもお伝えをしましたが、ビタミン D を摂取することによってカルシウムの沈着を促し骨量、骨密度を上げますので、過剰摂取することで高カルシウム結晶が起こり、腎臓、血管、そして心臓を破壊するというわけなんです。つまり初期症状としては、食欲がなくなり体重減少し、下痢、便秘症状が出現し、多尿になり不整脈を引き起こすということです。その後に腎臓、血管、心臓が破壊されますので、初期症状が出現したらビタミン D の過剰摂取を疑うようにしましょう。特に特徴的なのが食欲不振ですので、ビタミン D のサプリメントを摂取している方で、摂取量を増やしてから食欲が低下したっていう方は、ビタミン D の過剰摂取の可能性が大いにありますので、摂取量を見直すようにしましょう。じゃあ、正しい摂取量、摂取方法とはどういう方法なのでしょうか。確実にビタミン D による副作用が出ない摂取法というのがありますので、最後、ここからは正しい摂取方法と危険な、やってはいけないビタミン D の摂取方法についてお伝えしていきます。論文で解決チャンネル。それではお待たせいたしました。ビタミン D の正しい摂取方法とやってはいけない危険な摂取法です。先ほどはビタミン D の過剰摂取による副作用についてお伝えをしましたが、ビタミン D というのは過剰摂取はもちろんダメなんですが、不足するのも体にとっては危険で、ビタミン D が不足することによってカルシウムの吸収低下が起こり、低カルシウム結晶を引き起こします。低カルシウム結晶が起こると骨軟化症になったり、くる病のリスクが大幅に上がりますので、ビタミン D の不足にも注意する必要があるんです。つまりビタミン D は量が多すぎても少なすぎてもダメで、適量を摂取することが我々人間、我々トレーニーにとってはとても重要になります。そして理解しておかなければいけないポイントとして、我々人間のビタミン D の濃度は低下しやすいという部分です。2020年にネイチャーに掲載されたメタ分析によれば、5万3345名のデータを分析し、室内で働く人の大体 90% がビタミン D 不足であったというデータが出ていまして、冬場はもちろんですが、デスクワークやほとんど室内で働く方にとっては、夏場でもビタミン D が不足しやすいことが明らかになっているんです。普通に生活をしているようだと、体内のビタミン D というのは不足してしまうということになります。そもそもこのビタミン D、これどういう成分なのかと言いますと、ビタミン D にはビタミン D2 からビタミン D7 までの6種類がありますが、
体に有益な効果をもたらす代表的なビタミン D であるビタミン D3 は、他の栄養素とは違い、食品からの補給はほとんど行いません。ビタミン D3 の生成に関わるのは UVB であり、皮膚が太陽光を浴びることによってビタミン D3 が生成されるんです。なので、先ほどの話にもあったように、室内で働く方や冬場というのはビタミン D3 の生成が不十分となり、ビタミン D 不足に陥りやすいんです。イギリス政府から発表されたガイドラインからは、ビタミン D は健康な方であれば1日 2000IU は摂取するべきっていう話になっていまして、夏場でも屋内で仕事をする方はサプリメントの摂取が推奨されています。アメリカ国立がん研究所のデータでは、9歳以上の方は1日 4000IU のビタミン D の摂取が推奨されていまして、過剰摂取によるビタミン D の毒性域値というのは1万 IU 以上という大体の目安がありまして、普通に生活をしていればビタミン D の過剰摂取は起こらず、それよりもビタミン D の不足の方が圧倒的に問題になるというデータが出ているんです。特に筋トレをしている方や日々運動している方というのは、血中のビタミン D のレベルが 6000IU になることによってミオスタチンの活動抑制、運動パフォーマンスの向上の恩恵が受けられますので、1日 3000IU くらいを目安にサプリメントを摂取するのをお勧めします。すべてのビタミン D をサプリメントで摂取するのは過剰摂取のリスクにつながりやすいので、サプリメントプラス太陽光を浴びるという意識でビタミン D というのは補給するようにしてください。なおかつ、太陽光の暴露によるビタミン D の生成というのは、体が勝手にブレーキをかけてくれることが分かっていまして、太陽光から作られるビタミン D によってはビタミン D 中毒にはならないというエビデンスがありますので、ビタミン D の過剰摂取が心配という方はたっぷりの日光を浴びるようにしましょう。ただし、冬場は特にビタミン D の不足に陥りやすいので、私自身はサプリメントの併用がおすすめです。1日 3000IU と聞くと、かなりの量のサプリメントを摂取しないといけないんじゃないかと思うかもしれませんが、私がおすすめしているナウフーズのビタミン D3 のサプリメントは、1粒 1000IU で180粒入って1180円で販売していますので、1日20円いかないぐらいの値段で 3000IU のビタミン D を補給することができます。特にナウフーズからお金をもらっているわけではありませんが、信頼性や価格からナウフーズというサプリはとてもめちゃくちゃおすすめのメーカーになりますので、概要欄にナウフーズのサプリメントの URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。注意しないといけないのはビタミン D の不足です。サプリメントと併用してもらって、もし食欲がなくなるなどの副作用が見られたら、すぐにサプリメントの量を減らす、もしくはサプリメントの摂取をやめるようにしてください。どうしても不安な方は、日光浴の時間を増やすことによってビタミン D の過剰摂取のリスクをゼロにしながら、ミオスタチンの減少、運動パフォーマンス向上、骨量、骨密度の増加をはじめとしたメリット様々を享受することができますので、ぜひビタミン D の補給をしてみてください。正しい知識でビタミン D を補給しましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。